よろしくお願いします。これからキスキットテキストブック第9章の9.1節、ハローキスキットゲームの解説を始めたいと思います。よろしくお願いします。本日のアジェンダは以下の通りです。最初に IBM が開発したハロークォンタムゲームのアプリの紹介をします。で、その後にこのゲームの説明をします。そして、この5番目と6番目と7番目になるものはキスキットテキストブックに載っていたものなので、それも同時に説明します。よろしくお願いします。では始めていきたいと思います。ここでは、ゲームの開発したアプリ、ハロークオンタムゲームの説明をしていきます。テキストブックでは、ハロークオンタムの元、ゲームの元になっている技術や発展的なゲームを紹介しています。この資料は白石歩さんが執筆されたキータの記事、社会人のための量子コンピューター超入門ゲート方式編、ハロークオンタムはゲート方式の入り口となるかという記事を参考にして作成しました。最初にハロークオンタムゲームのインストール方法についてです。こちらの QR コードよりインストールすることができます。最初にハローキスキットゲームの設定やルールについて説明していきたいと思います。ここにある黒や白や灰色の丸はオセロのようなもので、量子状態をオセロのように白や黒で表現しています。白がオンの状態を示していて、黒がオフの状態を示しています。そして灰色の状態は重ね合わせの状態と呼んで、オンかオフのどちらかの状態を取ることを示します。では次にゲームのルールについて説明していきたいと思います。ゲームを開くと、このようなオセロのような囲碁が出てきます。そして最初に説明したいのは、この赤い丸の部分と緑色の丸の部分のところです。最初に下側の2対の円、これとこれはそれぞれの1量子ビットを表します。つまりこのゲームは2量子ビットの状態を操作するゲームです。最初にこちらの赤い円は量子ビットを示していて、91というふうな場所で呼ばれています。そして緑の場所では量子ビット90というように呼ばれています。次に量子ビットの円について説明していきたいと思います。量子ビットではこのような状態があったときに、上側の円のところを X 軸の規定の方向で見たときのプラスとマイナスをそれぞれオフとオンに見なしたものです。黒がオフ、オンが白、重ね合わせの状態が灰色です。そして量子ビットの下側の円について説明していきたいと思います。ここは Z 軸の規定の方向で見た時の0と1のをそれぞれオフとオンに見なしたものです。そして次にこの上側の4つの円について説明していきたいと思います。ここでは2つの量子ビットを Z 軸規定または X 軸規定で測定した値が一致しているかどうかを表現しています。ここの場所は0の Z 軸規定、91の X 規定の状態が一致か不一致かを示しています。そして次に、こちらでは90と91の X 軸規定の状態が一致か不一致かを説明し、表現しています。で、こちらでは90の X 軸規定、91の Z 軸規定の状態が一致か不一致かを説明しています。そして、最後にこちらでは90と91の Z 軸規定の状態が一致か不一致かを説明しています。そして、上側のこの4つの円の色について、もう一度説明すると、ここでは2つの量子ビットの状態を Z 軸規定、また X 軸規定で測定した値が一致しているかどうかを表現しています。一致の状態だったら黒い円となり、またこれは00または11または00と11の状態を示しています。不一致の状態は白いもの円で表され、01または10または01と10の状態のどれかです。そして重ね合わせの状態では灰色の円となり、011010と11が混じった状態となっています。次に量子ゲートの種類について説明していきます。ここでは量子ゲートに4つあるので、4つのものについて説明します。
に X ゲート、まあ、ノットゲートと言われる、5点解除でいうノットゲートと言われるもの、アダマールゲート、Z ゲート、CZ ゲート、4つについて説明していきたいと思います。では、最初に X ゲートについてです。X ゲートでは、X ゲートにつながっている円の白と黒を反転させる操作です。こちらの部分のところ、こちらの部分のところの円の色を反転させる操作です。ここでは、X ゲートにつながっている円は Z 軸規定の方向で見たときの0と1をそれぞれオン、オフとオンに見なしたものです。X ゲートは古典ゲートのノットゲートと同じで、オフの0とオンの1の状態を暗転させる操作です。で、数学的に解釈すると、X ゲートの行列をかけると0から1、1から0とかあります。またこれは灰色の重ね合わせ状態に作用させるても、結果は変わることはありません。そして X ゲートでいざそれをブロー補給で説明しようとすると、こちらの X 軸を中心に180度回転させたものが X ゲートとなっています。次に2番目のゲート、アダマールゲートについて説明していきたいと思います。アダマールゲートは X ゲートにつながった円と Z ゲートにつながった円を入れ替える操作です。Z ゲートにつながっている円はこちらですね。X 軸規定の方向で見たときのプラスとマイナスをそれぞれオフとオンに見なしたものです。0と1、プラスとマイナスはアダマールゲートを通じてこちらのような関係でつながっています。アダマールゲートを実際にかけると0のものはプラスで0プラス1はこれとなってこれはプラスと表されます。また1にアダマールゲートをかけると0ルート2分の1、0マイナス1イコールマイナスになってこちらになります。そして逆もまた同じようなことが言えて、こちらでは同様に2回同じアダマールゲートを使うと同じ場所に戻ります。で、まとめると、アダマールゲート X 軸規定での見方と Z 軸規定の見方を入れ替える操作です。補給で説明すると、重ね合わせ状態を作るときに使うゲートで、45度中心に180度回転させる操作、こちらのようなことになります。はい、すいません、遅れました。そして3番目に Z ゲートについて説明していきたいと思います。 Z ゲートは Z ゲートにつながっている円の白と黒を反転させる操作です。 Z ゲートは0に作用させてもそのままで、1の場合のと符号の場合のみ変える操作をします。Z の場合、1がマイナス1になります。そのことから、プラスとマイナス Z ゲートを作用させることをすると、Z のプラスだと最後にマイナスになり、Z のマイナスの時にはプラスになります。そして、Z ゲートとは、X 軸規定で見たときに、オンとオフを入れ替えるという操作に相当して、これはゲーム上の動きと同じです。Z ゲートのブロック補給の場合で説明すると、こちらのように、Z 軸ブロー補給で Z 軸方向に回転するもの、こちらからこちらに動くものになります。4の最後のゲート、 CZ ゲートについて説明していきたいと思います。 CZ ゲートでは CZ ゲートにつながった円をこちらとこちらですねをそれぞれ入れ替える操作をしてするものです。 CZ ゲートではコントロールビットが0の時にはターゲットビットの状態は変えずに、1だった時のみターゲットビットの状態に Z を作用させるものです。1つ目の量子ビットをターゲットビット、2つ目の量子ビットをコントロールビットとすると、以下のような数式で表現することができます。で、それ識別するために、ターゲットビットには T を、コントロールビットには C をつけていきます。1の時のみマイナス1となります。1つ目ではプラス1とマイナス1の違いを区別することはないので、ゲームの CZ 操作では X ゲートにつながっている円の色は変わらないことがわかります。そして CZ ゲートの数理的背景について説明していきたいと思います。ターゲットビットをプラスとマイナスにすると以下のようなことが説明できます。こちらがマイナスの時に、プラスの時にマイナスになって、マイナスの時にプラスになります。
で、この計算群条件の計算と同じように、ゲームのこの CZ ゲートでは、X ゲートにつながった円の片方が白の時、つまりコントロールビットが1の時、もう片方の Z ゲートにつながった円の色を反転させる。つまり、ターゲットビットのプラスとマイナスを交換する動きをすることがわかります。で、CZ ゲートの性質です。CZ ゲートのゲートの性質は、どちらのビットはコントロールビットになっても、どちらのビットはターゲットビットになっても良いということが言えます。そのためには、それには以下のような数式で次のようなことが言えます。これが、1でターゲットビットが1の時に、プラスのこのコントロールビットがマイナスになり、1のターゲットビットで、ここマイナスの時にプラスになります。また、コントロールビットとターゲットビットを入れ替えてみると、ターゲットビットが1の時にコントロールビットのプラスとマイナスが入れ替わることがわかります。そして次に、テキストブックに量子プログラミングを作ってみようという章について説明していきたいと思います。量子プログラミングで使う変数は以下の通りです。最初にイニシアライズで初期状態の設定をして、次に最後の状態でをサクセスコンディションで説明すること。3番目にアロードゲートで、今回使うそのゲートの種類を宣言します。VI ではどの量子ビットがあるか、パズルを使う円の種類、円の相関をかけます。共有ビットネームでは、選択する量子ビットの名前を書きます。モードでオプションで Y 出力の行を含めるかどうかを説明します。これがテキストになった説明です。最初に、こちらのイニシアライズでは、初期状態では、このような図になっています。そして、最終状態、サクセスコンディションでは、このような設定にしたいので、このように示されています。そして、この実際の量子プログラミングを解いてみると、最初に H ゲートを Q1 の時に使って、次に CZ ゲートを使って、H ゲートを Q1 に作用させることによって、最終状態を作ることができました。最後に参考文献や引用文献です。以下の通りとなっています。ご清聴ありがとうございました。